にちは、日野です。今日は、2018年の6月27日ということになります。今日もね、非常に6月なんですけれども、32度ということでね、猛暑が続いておりますけれども、今日、そうですね、メルマガに少し書いたんですけれども、数値をこう最近いろいろ測定してましてね、まあ、今日面白いというか、まあ、自分のこう検査も兼ねてやってみているんですけれども、まあ、いろんな測定ができて、まあ、この前風知の先生にもいろんな学びをいただいてきたんですけれども、現在過去未来、まあ占いじゃないですね、占いっていうかこう見ることができるということで、まあ、それを見ていて、僕自身はその未来にどうなるっていうのはあんまり、まあ、5年後とかね、例えば3年後とかっていうのも見ることができるんですけれども、まあ、あまり僕自身はそれにとらわれたくないので、見ないですね。で、自分の中で、今ね、今の状況、今の現状を踏まえての未来ですから、今の現状から変えていけば未来っていくらでも変わっていくと思うんですよね。だから、その自分の運命の中の範囲内ではあると思うんですけども、ただその柔軟性が人生ってあると思いますので、その中でこうよりいい方向に、より逆に悪い方向にいくらでも行くことはできると。僕たちは自由意志がありますから、自分の自由意志でこの人生を生き抜いていく、まあ、そういうことを見ていくと若干のこう振れ幅ってあるんですよね。どっちしろこう 100% もうこのまま、決まってる未来っていうことではなくて、いくらでも変更は可能だというふうに僕は思ってるんですけど、だからあまり取られたくないので先のことはあまり見ない。だから占い師とかもそうですよね。占い師に見てもらって、あなたはこうなりますって言われると、まあ、それが入っちゃうんですよね。それがいいことであればいいですけど、なんかこうあなたは将来的に2年後に事故が起こりますとか、何か良くないことが起こりますって言われたら、やっぱ それに引っ張られますよね。どうしても気にしないようにしようと思っても、それが頭に入ってしまう。そうするとそれで自分の中で勝手に固定して しまうんですよね、無意識のうちに。でそれが人生をそっちの方向に持っていく。だから同じように余命何年って言われると、もうそれが頭に入っちゃうわけですよね。で、あ、もう余命、例えば1年しかないんだというふうになると、うん、本当は、1年5ヶ月とか、あるいは2年ぐらい努力すれば生きれたものを、もう8ヶ月とか、あるいは半年くらいで亡くなってしまったりっていうことが起きうるわけですよね。だから自分の意思とか意識っていうのはすごく重要ですので、そこで固定してしまわないようにする。そのためにはあまりその未来にどうなるとかこうなるっていうのは捉えない方がいいわけですよね。であれば初めから見ない方がいいし、占い師にそういったことを聞きに行かない方が僕はいいと思うんですよね、うん、まあ、そういうので何年後の未来っていうのもこう風知で見ることはできます、一応。ただそれは今の現状、今のこのままいけばっていう現状ですから、そういうことですよね。まあ、それに対して逆に過去の数値っていうのも出すことができるんですよね。で、今日書いたように、自分の例えばその土地の、まあ、店の土地の波動が5年前にどれぐらいだったのかっていうのを聞けば、一応答えてくれるんですよね。まあ、答えてくれるというか、それが分かる。で、今の状況と比較ができるわけですよね。だからそういうふうにして見ていくと、まあ、その店の今のセンタービルっていうところなんですけども、そのセンタービル自体の5年前の店の5年前の土地の波動っていうのを、そのプラス21で表してくださいっていうことで、プラス21からマイナス21ですねってやると、プラスの8になったんですね。だから5年前ってプラス8だったんですよ。で、その癒しの地としては一応プラス16以上っていうふうに僕の中では出たので、そういうふうに基準にしてるんですけども、まあ、プラス8から15ぐらいまでは、まあまあ の標準値みたいな感じで、あ、標準値、あ、ごめんなさい、プラス5以下が汚れ値で、5から、15ですかね、その間だと、まあ、標準の値で、16以上だと癒しの地っていう風な区分けでいけば、プラス8っていうのは、まあ、良くもなく悪くもなくっていう感じですよね。
悪く、まあそんなに悪くはないけど良くもないっていう、まあそういう数値であったんですけども、その5年前の店自体の波動、つまり店の、その空間の、波動値っていうのを出してみるとプラス17になるんですね。まあ、これ あくまで僕の測定なのでこれが絶対値ではないんですけども、だから土地の波動がプラス8ですけども、5年前、プラス17の状態を維持していた。まあ、17であれば一応癒し路地に入るので、まあまあいい状態なのかなと思うんですよね。だからそういうふうにして過去のことも見ることができる。で、癒し路地ということで言えば、その場がたとえ悪くてもその改善状況によっては、よくできる。そのうち自分の店の空間っていうのを、あるいは自分の住んでる空間っていうのをよくすることはできるんですよね。でそういうふうに見ていくとね、いくらでも、その悪い場所に住んだからすぐ引っ越しをしなきゃいけないっていうことではなくて、なかなかその引っ越しっていうのもしづらい場合もあるでしょうし、事情があってねすぐに移れないっていう時もあると思うんですよ。だからそういう時はそれを踏まえてね、まあ、それを受け止めて、その中でいかに良くしていけないかっていうことですよね。それを考えていろいろ実践していかれたらいくらでもよくできるっていうことは思うんですね。ですからその場っていうのはすごくやっぱ大事ですから、そういうふうに、努力していく必要はあるんじゃないかな。僕自身は、まあ、正直言うと20年前ぐらいに店入った当初から、場を良くするっていうのがすごく大事だっていうのは分かっていたので、やっぱそういう意識はあったんですよね。で自分なりにいろいろしてきてたのがそのプラス17っていうのに出たのかなと思うんですよ。でもその時っていうのは、ロゴストロンシリーズもないですし、ロゴストロン100とかロゴストロン L もないですし、ブラックアイも配電盤とか貼ってませんし、ミニロゴストロンもないですし、だから結構その他のことで、プレートを敷いたり炭を置いたりっていうことはしてたんですよね。そういうのがなかった状態でプラス17で、そして今の波動値っていうと一応最高値を指すんですね、店の中は。で、そのセンタービルの土地の波動はって見てみるとプラス16出てたんですね。だから5年前はプラス8だったのが今はプラス16になったっていうことで、まあ倍になってるわけですよ。でそれで、プラス16っていうと癒し路地の範囲に入りますので、一応そこのレベルに到達できたのかなっていうことを思うんですね。で実際にその土地が、そういう場の波動が上がってくると、これ本当5年ぐらいこう見てると、変遷を見てると、そのセンタービルの、ね、状況を見てみると如実に現れてるんですけれども、やっぱりその場が活性化してきてるんですよね。そのテナントが、まあ、5年ぐらい前、ちょっと正確にはわからないんですけども、5年ぐらい前とかだとおそらく空きが結構あったんですよ。あるいはその、塾がその2階3階、全部閉めてやってたのが5年前だったか、やめられたんですよね。でそれから一時ずっとそこ空きがあったんですよね。だからガラガラで、しかも隣の美容院さんは結構入れ替わってたっていうのがあったんですけども、それが、まあ、この5年ぐらい振り返ってみると徐々に、良くなってきて、でテナントもどんどん埋まってきて、でもうここ数年見たら結構もう満杯になってですね、びっしり入ってる状況で、しかもそれぞれのところがお客様というのか、来られてて割と活性化しているような状況が見受けられるんですね。ですからやっぱりその場の土地の状態が良くなれば、それだけ、その場が活性化する。だから店とかであればいい状態になっていくと思いますし、そういう変化ってやっぱ目に見えて分かるんだなっていうことをね、今回感じました。だからそういう意味でプラス16のレベルまで来てるので、まあ、これはちょっとどういう理由かっていうのはね、分からないんですけども、ただ僕自身がいろいろやってきて、特にロゴストロン100とかを発信してるっていうのが少なからず少しかもしれないですけども、若干そのプラス8から上がる要因になったんじゃないかなって思うんですよね。結構癒し路地化の言霊の力ってすごいあるんですね。だから言霊でそのロゴストロンの言霊で癒し路地化の言霊発信をするだけでも結構ポイントその数値っていうのが上がるっていうのがこう出てるんですよね。ですからそういうのもあって、センタービル自体の波動が上がってきたのかなって思うんですよね。そういう場になっていけばそこからねこう周囲に
広がっていけばいいなと思うんですよね。やはりその自分たちの部分だけが良くたと良い状態だとしても、周りが一歩出たら汚れ地であったっていうようなことだと、あまり、そのいいことではないと思うんですね。だからこの地域、自分のところからどんどん広げていく、宮代地を広げていき、いい場所を広げていくっていうのがすごく大事ではないかなと思うし、まあ、できればその今後コールドフュージョンとかそういったものも導入できればね、より強力に、その地場を良くしていくようなものができればいいなって。でこの部分からどんどんねこう、滋賀県から全国に広げていくみたいな、そういう意識を持って、やっていけばいいのかなっていうふうにね今は感じております。ということでお客様のところに着きますので、今回は以上になります。ありがとうございます。